え、ダートなんだけど道やばいよこれ、えぐれてます。めっちゃコケ満喫した。いいねここ、コケの森か。よし、じゃあ次の目的地に行きましょう。いやー、コケの森良かったっすね。いや、コケ好きにはねたまらないスポット。本当にね幻想的で癒されたな。はい、で次のね目的地なんですけど、次はねこのメルヘン街道をずっとまっすぐ行って、御射海底といった有名なね池があるらしいので、そこに行きたいなと思います。なんかねアクオスの CM でも使われたりとか、有名な画家のねモデルになった池らしいので楽しみですね。御射海底まではだいたいね20キロぐらい離れているので、しばらくねこのメルヘン街道をねずっとヴィーナス方面に向かう感じになるのかな。それにしてもこのメルヘン街道結構いいなぁ。コーナーがね結構すごいし、あと両サイドがね木に囲まれてて、ほんとなんかいい道だなぁ。おすすめですね。こんな感じのねコーナーがねずっと続くっぽい。これは楽しいぞ。車見ないし、うい道歩いて。おお、ガタガタって言ってるそばからめっちゃ霧じゃん。霧だ。展望台みたいなのあるけど、この霧じゃ何も見えないでしょ絶対。時間的には御射海底が、到着時刻が5時半だから、宿は、6時にチェックインしないといけないから、ほんとねちょっといて、もうすぐにね宿に行くような感じかな。今ねナビを見て気づいたんですけど、御射海底がここなんですよね。で今ここでしょ、こうやって行けないのかな。めっちゃ近いじゃんこっから。これ道あるけどこれ無理なのかな。 Google 先生、あこのまま行くと11キロで、 Google マップ先生で行くと5キロぐらい。時間短縮のために Google 先生で行ってみよう。まあ、この選択が吉と出るのか凶と出るのかはちょっと分かんないけど、まあ行ってみましょう。僕が使ってるナビソフトって、カーナビタイムっていう有料のソフトを使ってるんですけど、それ結構ね車でも使ってるから、で多分設定でね広い道優先で確か設定してた気がするから、もしかしたらこっちの道は狭いからルートに出てこなかったのかもしんないね。まあバイクだからね細い道行けちゃうから、まあ行けるでしょう。で、え、ダートなんだけど、え、マジ、あ、こっち、こっちか、びっくりした。ダート行くのかと思ったわ。もうなんとか行けそうな感じはするね。なんでカーナビタイム先生はこっちを選択しなかったんだろう。おお、すごいボコボコ。しかもこの霧怖いな。おお、はい。これ5キロ続くのかな。それはそれで辛いもんがあるな。あ、砂利じゃない？あ、違った。
うわー、びっくりした。これは失敗したかな。ここでパンクとかしたら終わりだな。SNR っておっしゃだっけ。多分ね、 GoPro の手ブレ補正ほら優秀だからさ、あんま伝わんないと思うんですけど、相当すごいっすよこれ。あ、おー、綺麗な道に出てきた。よかった。これがずっと続くのかと思った。ここを明治温泉方面だね。よし、右。あー疲れた。あーと思ったらなんかまた道悪い。わ、全然前見えないんだけど。あとね 1.4 キロだから近くなんですよ。もうちょっと頑張ろう。道やばいよこれ。えぐれてます。道路がえぐれてます。とりあえずね、パンクしないでお願い。帰れなくなっちゃう。なるほどね、だからカーナビタイム案内しなかったんだ。これやばいもんね。あ、綺麗になった。あー疲れた。だけど結構短縮なったんじゃない、時間的には。あと1分で着く。ここかな、バスが止まってる。あ、まだか、まだ先だね。立品温泉、ここだ。ここだけど霧ですね。ちょっとここに止めよう。到着。パッとパッと見ましょう。綺麗ですね。天気がいいとこの池がね、あの鏡みたいに反射してすごい綺麗らしいんですけど、今日はやっぱり霧がかっちゃってるから、うん。だけどまあそれでもね、まあ綺麗ですよね。いやー、よかったですね。三坂池、三坂池だったっけ。池がねすごい綺麗で、霧も相まってすごい幻想的でしたね。いやー、見れてよかった。そして三坂駅を見た後もこのくねくね道と。たまらんね。あ、もうだいぶね日が落ちてきたね。この後はね、ホテルに向かうんですけど、まあ、せっかくなんでね、ホテルも紹介しようかな。ここだ、来たよ。渓流のリゾート立品グランドホテル滝の湯。よし、行ってみよう。おー、なんかすごいね、お地蔵さんがいっぱい。おー、滝だ、いいじゃん、素晴らしいな。あ、ちゃんと案内してくれるんだ、嬉しいな。あ、ありがとうございます。いや、親切。はあ、到着。お、なんかすごいね、滝が見えますよここから。おお、すげえ、めっちゃいいホテルじゃないですか。いやー、今日はねなんだかんだそんな走ってないんだけど、いろいろ回ったから疲れたな。はい、じゃあこれからねホテルにチェックインしてゆっくり休みたいと思います。じゃあまた明日。
最高でしょう、この道。いや、すごいわ。